速報 J2 J1 昇格への熱き戦い J リーグディビジョン2第17節、まずはこちらのゲーム。ポルシェ日本代表監督も観戦。7月10日土曜日のゲーム、首位に勝ち点1ポイント差でピタリとつける FC 東京対大宮アルディージャの対戦。開始1分、アルディージャ、新加入の10番マークがミドルシュート、これは大きく外れます。前半10分、アルディージャのチャンス、13番磯山が競って岡山が突っ込みますが、ゴールキーパー鈴木ここは抑えます。堀池の怪我で久々の先発の鈴木がナイスセーブ。前半22分、 FC 東京6番新庄が入れたボールを18番岡本が競ります。これを13番加賀美が拾ってシュート、ゴール決まって1対0、 FC 東京先制します。先制を許したアルディージャの反撃、前半28分、右サイド岩瀬のクロスに10番マークのヘディングシュート、これは惜しくもゴール左にそれます。前半35分、さらにアルディージャ、左サイド岡本のオーバーラップからセンタリング、磯山のポストから23番横山シュート、アルディージャチャンスを作りますがゴールならず、前半は1対0と FC 東京リードで終了。FC 東京ここまで4連勝です。後半17分、 FC 東京の攻め、右サイド小峰、佐藤とつないで最後はアマラオ、しかしこのシュートは決まらず。後半20分、アルディージャのゴールキックはミスキック気味、これを FC 東京小池が拾ってパス、14番佐藤からアマラオのホットライン、アマラオのゴールが決まって2対0、アルディージャ自らの失点。後半27分、アルディージャのチャンス、岩瀬のシュートからボールが右サイドに流れたところ、23番横山折り返します。これを岡山ヘディングシュート、これは惜しくもゴール左。2点を追うアルディージャ、後半32分、ディフェンダー浮きに変え平本の入れ、3トップで点を奪いに行きます。そのアルディージャ37分、クロスボールを岡山頭で落とし、10番マークシュート、こぼれたところを岩瀬、しかしこれは決まりません。続く38分、アルディージャ右サイドバック氏家が持ち込んでミドルシュート、しかし FC 東京ゴールキーパー鈴木がナイスセーブ。後半アルディージャの攻めを守り、 FC 東京が2対0で勝って4ゲーム連続の完封勝利、5連勝でこの時点で暫定首位です。この間の札幌戦を本当に久々に出た鈴木がある程度落ち着いてやってくれたことと、今回の試合も本当に久々の先発の試合をですね、ある程度無難にこなしてくれたということで、まあ堀池の穴はそれで埋めてくれるんじゃないかなというふうにはその思ってます。ただバックアップの選手というのがほとんどその経験がないという状態なんで、逆にそのどっちかというとバックアップの選手の方がちょっと不安ということはあると思うんですけども、まあ当面はこの体制でやることと、まあ機会があればそういう若い選手も経験をさせてですね、戦力になるようにしなくちゃいけないとはいうふうに思うし、
まあ、チームとしても今後いろんなことを考えていかなくちゃいけないんじゃないかなというふうには、考えております。ヴァンフォーレ甲府対コンサドーレ札幌。オリンピック代表、南米選手権フル代表を経てコンサドーレ吉原がついに J2 復帰です。前半34分、ヴァンフォーレコーナーキックから3番渡辺ヘディングシュートは惜しくもゴールポスト。前半42分、コンサドーレの攻撃、右サイド2番田淵の低いクロスに13番深川シュート、しかしキーパー坂本なんとか弾きます。前半両チームチャンスを生かせず0対0。コンサドーレ後半からついに吉原を投入します。後半22分、ヴァンフォーレ相手ゴールキックを頭でつなぎ14番堀井が自分で出したパスに追いついてそのままゴール。1対0、ヴァンフォーレが堀井の1人ワンツーで先制します。しかしその直後、コンサドーレコーナーキックのチャンスに13番深川頭で合わせ1対1同点とします。後半37分、コンサドーレビジュがここからロングシュート、これは惜しくもクロスバー。ゲームは延長に入ります。そして延長前半10分、コンサドーレの攻撃、このゲーム吉原唯一のシュート、しかしゴールなりません。結局このゲーム1対1の引き分けとなりました。ヴァンフォーレ勝ち点1をゲット、最下位脱出なるか、ベガルタの結果を待ちます。まあ何度も言うんですけど、まだ選手にもともかく勝ち星計算よりも次の試合に向かって、続くんで、これからどんどん、頑張っていきたいと思ってます。フロンターレ対ベガルタ、岩本デルのゴールで1対0、フロンターレリードで迎えた前半17分、ベガルタ新加入の元コロンビア代表ニクソンがヘディングシュートで1対1の同点とします。しかしこの後フロンターレの攻撃が爆発、27分に左からのアーリークロスを高田がボレーで叩き込んで2対1と勝ち越し、さらに34分には1点目を決めた岩本テルが豪快にミドルシュートを決めて前半を3対1として終了。後半に入ってもフロンターレはツッと黒が得点して5対1と圧勝、上位2チームを追いかけます。そしてベガルタ、この結果最下位転落です。モンテディオ対サガン鳥栖のゲーム、前半サガンが2対0とリードして迎えた後半27分、後半から入ったマシモがゴールを決めて1対2と1点差にします。さらにこの後庄司のゴールで同点とすると、ゲームは完全にモンテディオペース。そして迎えた後半39分、左サイド13番庄司がクロスを上げ6番高橋シュート、キーパー一旦弾きますがまたも高橋押し込んで3対2とついに逆転、モンテディオ勝って5位浮上です。アルビレックス対シュートリニータのゲーム、2試合連続ゴールのウィールを出場停止で欠くトリニータでしたが、上田清水がゴールを決めて2対0と勝利、首位もキープです。17節の結果、ヴァンフォーレ大きな勝ち点1、 FC 東京は5連勝、モンテディオ大逆転の勝利、フロンターレトリニータも勝っています。代わって順位表です。上位3チーム4位以下を頭一つリード、モンテディオが5位浮上、コンサドーレアルディージャ足踏み、そしてヴァンフォーレついに最下位を脱出。